世界 SF 作家会議。明けましておめでとうございます。伊藤聖光です。世界 SF 作家会議始まりました。お隣は顧問の大森のぞみさんです。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、はい。昨年の7月以来の第2回となりまして、はい、まあ、前回はその新型コロナウイルスがね、もういろいろと消滅を極めている、そして時にやったんですけど、今回もね、それがまだ抜け切っていない、ね、ということで、はい、そういう中で何をテーマにするかっていうのがね、またね、そうなんです、お正月にふさわしいテーマを、いや、もう全くですよ、はい、2021年を占う番組になっておりますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、どうぞ。第2回世界 SF 作家会議、出演者は小川聡、高山羽子、藤井太陽、荒井元子。さて、今宵第2回世界 SF 作家会議に参加する未来のことを考えるプロであります SF 作家の皆さん、ご紹介申し上げたいと思います。この方たちです。どうぞ皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、新井さん、藤井さん、小川さんは前回に引き続きのご参加でありますけれども、まず新井さんがなんと、はい、リモートをご自分でやっていると、はい、まあ、正しくは夫のパソコンですが素晴らしい。前回は我々のバックアップでしかできなかったのに、うん、あの新井元子がリモートを習得したということが一大事として語られておりますが、うん、はい、素晴らしいです。素晴らしいです自分で言うなよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして藤井さん、どうですか、はい、前回 の、 あの評判の方は。いや、大変良かったという話しか聞いてなくてですね、ちょっと怖いんですけど、逆に今日がね、プレッシャーかかりますしね藤井さん髪伸びたんですか。そう、髪が伸びた、随分。もうそうですね、もう丸1年半ぐらい切ってないですね。だいぶ伸びました。おー、いい感じの髪になっておりますね、はい、よろしくお願いします。ヘアドネーションをされるとか。最終的にはそこに行こうと思うんですが、はい、その前に今描いてる作品の作中の人物と同じ髪型ぐらいできるようになっておきたいなと思って、まあ、そんな描くたびに作中人物の髪型に合わせたら大変じゃないですか。いや、まあ、たまたまでも、どうせ、ね、髪の毛ぐらいなんで伸ばして。いや、でも面白いですね。曲げがちゃんと言えるようになればいいな。それ藤井さんは前回と同じく背景も手作り、はい、自作の、はい、前と同じです、はい、本当アップデートしたかったんですけど、ちょっと時間なくて。かっこいいです。前と同じです。そして小川さんがなぜか我々と同じ背景になっているっていう、これはフジテレビのリハーサル室ではないのかと思われますけども、どういうことですかこれ。はい、いや、僕も全然わかんないですけど、なんかフジテレビ来てくださいっていう言われて、うん、聞きました。いや、別に僕はリモートできるんですけどね。うん、で、はい。なんかバランスがあるのかな。まあ、なんかそうなのか分かんない。全然僕には分からない、事情は分からないんですけど。事情。新井さんが自宅になったから代わりに、はい、なるほど。そうですね。来ないと。噂が来ないといけない。枠があるみたいですよ。押さえてた分を使ったんですかね。はい。ありがとうございます。そして、はい、高山羽子さんは今回、初参加です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもご無沙汰です。ご無沙汰です。大森さんです。はい、ご無沙汰してます。前回の会議はご覧になったんですか。見ました見ました、拝見しました。どうでしたか我々はすごく楽しく拝見させていただいたので、うん、なんか面白いことが言えるのがすごく不安なんですが高山さんは存在自体が面白いタイプですからね。なるほど。大丈夫ですよ。枠としてはね、キャラクター、後ろにいるのはタコですか。ああ、のれんですか。のれん、うん、あ、のれんなんだ。タコののれんなんだ。そうです、そうです。いいですね。すごい邪魔ですかね、大丈夫ですか、ね、いや、すごい、そこに赤があるのはすごくいいです。いい感じです。いい感じ、いい感じ。本が山積みにされてる感じもね、そう棚に入りきらない感じがいい味が出して、一人だけ物書きっぽいですよね。はい、一番なんかね、ちょっとハッタリが効く場所っていうか、家の中で一番ハッタリの効く場所です。ということで、顧問、こんなもうね、
第2回も素晴らしいあの4人のメンバー集まっておりますけども、はい、これ何か裏テーマとかあったりするんですか？裏テーマどうなんでしょうね。こうね、芥川賞作家高山さんをお迎えしてですね、はい、どんな素晴らしいあのトークが繰り広げられるのか大変楽しみです。またプレッシャーかかってますよ。そう、プレッシャーかかってしかも今回はこのメンバーに加えて、海外の SF 作家たちも後ほど VTR でどんどん、そうです、はい、いよいよ世界 SF 作家会議らしくなってきたと、本当ですよ、はい、どういう方が登場するのか皆さんにはお楽しみにしていただきたいと思います。ということで、まずは前回の会議から半年ほど経ちまして、まあ、コロナ禍は変わらないんですけども、世界でも、まあ、もちろんアメリカで大統領が変わるとかいろんな変化ありました。この現状を SF 作家としてはどう捉えているのか、例えば藤井さんどうですか現在のところ。まあ、激しく動いてますね本当に。あ、なるほど、はい、もうあの振れ幅がどんどん大きくなってしまっている気がします。まあ、分かりやすい言葉で言うと分断なんでしょうけど。そうですね、加速してますね本当に。そこはまあ今回のなんか通奏低音になるかもしれません。小川さんはどう見てますか？そうですね、いや、まあ、ただ大統領選挙とかは、まあ、別にその今回コロナがなかったとしても本来もともとあったものなんで、まあ、だから どういった形になったか分かんないですけど、ただまあ、 あのコロナによって本当にだから生活はどんどん変わったし、まあ、なんていうかその流行り始めた当初にそのじゃあ今年の年末どうなってるのかなって考えた時 の、 あの希望的な予測はには全然なってないというか、社会は全然元に戻ってないし、まあいくつかのものはまあ今後も元に戻らないだろうっていう感じだと思いますね。うん、失われたものは全部もちろん返ってくるわけではないという状態。そうですね、と思いますね、うんうん。まあ、ただ作家はね、僕前回も言ったんですけど比較的あの生活に変化あまりない職業というか、そう、もともとこもってる人たちだから、かそうですね、うん、だからあんまりだからそのなんだろう、作家としての立場とともになんていうかこう生活を変えられた人の立場の気持ちもこうなんとかこう身体感覚として分かるようにはしないといけないなっていうのは思ってます、ね、これから先も。確かにその通りだと思います。高山さんいかがですか？そうですね、変わったこといっぱいあって、それが、まあ、今回の疫病によってもちろん引き起こされてはいるんですけど、まあ、それが例えば違うあの困難だったとしても、ブラックライブズバターとかにしてもそうなんですけど、そこの問題自体は何十年も前から、まあ、100年とか、とかあって、はいはい、日本の、まあ、今回の困難で引き起こされた問題とかも、まあ、10年前20年前その人員的な問題とか、あとはその相互監視的な問題とかいろんなものが日本の中ではもともとあって、それが、まあ、脆弱な部分からというか、出ちゃうそれが、ね、そうですね、例えばそれが災害だったとしても他の天災だったりしても、そういう部分で引き起こされてるもの自体は多分もともとあったりとかしたことが多いんじゃないかなという気はします。なるほどなるほど、確かに、まあ、そういう、まあ、例えば分断とか何とか今高山さんおっしゃった相互監視の問題とかが世界で一気に起きざるを得ないっていうのが今回の、まあ、特徴ですよね。でもね、みんなコロナになっちゃったんで、これがちょっとなかなかないことだったのかもしれないんですが、新井さんはどうですか？まあ、新井さんが今ご自分でリモートしてること自体が大きな変化なんですけどいや、まあ、私もあのもうちょっと早くっていうかもう少し収束の方向に向かってることを願ってましたから、こんなに長引くんだなっていうのはちょっとあれなんですけど、あとは、あの日本であの今アマビエさんってほら妖怪の人が、はい、あ結構あちこちに貼ってあって、貼ってありますね、アマビエ饅頭とか売ってんですよねすっごい日本だなと思って、あのそう、ね、山崎真理さんの5本とか読んでると結構外国のイタリアの方とかは、疫病と戦おうとしてるんで、私ほら日本ってさ、あの疫病もそうだし地震とかあの噴火とか、全部災害はこうあのなるだけこう祟りませんようにっていなすもんじゃない、戦うもんだと思ってなかったんで、そうか世界には戦う民族がいるんだなと思ってすごい感動しました。なるほど、違いが今よくわかるっていうことですね、だって日本はさ、うちもそうだけど玄関にアマビエさん貼るんだもん、明らかにいなしてますもん、戦ってませんもん。そうですね、
コロナも含めて神様の範囲のものだと思ってるってことですもんね。アマビアが効くっていうことはそういうことですよね。ここも同じ立場ですもんね。ではここからがいよいよ本題となります。議題はこちらです。人類は丸々で滅亡する、人類は何々で滅亡するというまあ、なんか大きな質問でも、これはまあ SF 作家にこそ聞くべき、これ普通にあの芸人に聞いたらただの大喜利ですから、そうそうたる SF 作家の方々がなぜ人類は滅亡するとか、まあ、滅亡すると考えるのかという、一方ずつお考えを聞いてまいりたいと思います。まずは小川さんお願いします。はい、はい、フリップ出してください。人類はチーズケーキで滅亡する、小川さとし。また突拍子もないこと言い出しましたけど、はい、どういうことですか、です、ね、小川さん。これチーズケーキってこの世に存在しない味じゃないですか。そのこの世っていうか自然界に、自然界に全く自然界のなんていうか、そのなんだろうな、自然界の中にその自然にその発生している味、食べ物ではないというか、つまり人工的に作り出されて、人間の手でっていうことね。そうですね、チーズそのものもその牛乳をすごく加工したもので、そこにこう砂糖とか加えたり小麦粉とかいろんなものを加えて、複雑なこう料理の工程を経た上で完成しているまあもので、もともとその辺に生えてるなんかリンゴとかブドウとかみたいに、まあその辺道端に生えてるものではないと思うんですよね、うん、でそので人類っていうのはこのチーズケーキ的なものっていうのをたくさんこう作り出してきたわけですよ、うん、社会制度とかも結構そのもうなんだろうな、もともと動物が生存のために必要とする制度みたいなものから大きくかけ離れて、かなりこう人工的に、なんていうかこうこのように本来自然的に発生しないような、まあ、技術だったり社会制度だったりっていうものをどんどん作ってきてて、でそれがひょっとしたらそのまあその人類が滅亡するっていうことの反対で言うと、まあ、どんどん人類が繁栄していくというか、人類の数が増えていくっていう方向とちょっと矛盾し始めてきてるのかなみたいな気がしてて、例えばね、日本とかはすごく少子化が進んでて、どんどん人口はもうこれから先も下がっていくばかりなんですけど、うん、まあ、少子化って結構その人類を一つの動物種族として見るとその種としてかなり致命的な問題だと思うんですよね、うん、でそう言って滅びていくっていうことは普通の動物だとあまりなんかないことだと僕は思ってるので、なるほど。でその少子化になる、なんで少子化になってるのかっていうのはやっぱりその例えば経済だったりとか社会のシステムだったりとか、まあ、そういう文化的にってことね、うん、そうですね、文化的に結構複雑に作ってきたものっていうのが逆に言うように種としての人類の首を絞める、締めたりするのかなっていう意味で書きました、うん、藤井さん、この小川さんの意見どうですか。いや取られちゃったなって感じですけど言いたかったのにそれみたいな感じですチーズケーキじゃないですけど、はい、そうなんですね。じゃあ後で期待しております、はい、高山さんいかがですかそうですね、小川さんのいつもの、まあ、滑り芸みたいな、ね、いや滑り芸いきなり一周しましたね。いやなんか滑ってました、そんな滑ってました、そんな滑ってました、あるやってやろうみたいなねどこが滑ってました高山さん。いや意外な感じに行こうみたいなね。裏の裏を書こうとして、うん、素晴らしい。やっぱりね、チーズケーキっていうのはいいけど、チーズケーキって言った後、はい、その心はっていうのを一言で言えないとダメだよね。いやちょっとね、いや台本と違った、台本とちょっと違ったんですよ、台本とイメージがね、イメトレのね。それが悪いの、ね、いやいやいや、新井さんどうですかこれ。小川さんのその文明によって人類が生物としてやっぱりちょっと本能的におかしくなってるっていうのはとっても分かるんだけど、うん、逆に私今ね、少子化って結構救いかなと思ってます。
人間は本来だったらばここまで哺乳類が一種類栄えちゃうと天敵が絶対出てくるんだけど、現時点でいないじゃないですか。で天敵がいないような肉食獣の頂点に立ってる人たちは増えすぎるとご飯がなくなって飢え死ぬんですよね。でそこを人間頑張ってなんとかしちゃったじゃん。そうか、食料作っちゃったと。だからそう、なので今ピラミッドの仮に人類がピラミッドの頂点にいるとしたら、うん、絶対にもう変な形になってるんで、うん、減るべきなんですよ多分人類、うん、なるほど。だからなんつうんだろう、文明のせいでっていうのもあるんだけど、人間の本能的な生物としての危機感がもうこれ以上増えちゃいけないって思ってるのかなと私は思ってます。なるほど。じゃあむしろ人類はチーズケーキで救われると言った方がいいかもしれないってことですね。うん、てか救えるとこまでいけるかどうか分かんないんだけど、なるほど。ちょっと踏ん張ってるみたいな、まあ、昔はこのまんまにいっちゃうと増えすぎるから、はい、そう、人類はだから飢餓で滅びるんじゃないかとかね、まあ、戦争か疫病か飢餓かみたいで、まあ、その飢餓っていうのがすごく大きな問題で、食べるものがなくてどんどん人が死んでいくっていうことがまあ現実だったわけですけど、まあ、もう21世紀になってほぼそうやって滅亡することはないだろうみたいな、むしろ逆に、うん、カロリーが多すぎて死んでる人たちの方が飢餓で死んでる人よりよっぽど多いっていう状況になっていて、まあ、その文字通りチーズケーキで死んでる人が食べ過ぎでたくさんいるわけですけど、そっちですか。そういうその肥満でっていう、肥満もあるし、でもそれ以外にもその文化的な豊かさが人間を滅ぼすっていうことも、まあ、もちろんあるだろうっていうことですよね。そうですね、まあ、はい、滑り芸と言われちゃって小川さんちょっと釈明してくださいよ、これ。いや、このまま終わらない方がいいよ。そうですか。いや、なんかだから、いや、僕生でもなんかこう良かれと思って気合い入れたらね、高松さんに滑り芸とかこう言われるし、多分なんかこうやる気ない感じでやると、うん、なんか大森さんになんか今度は、うん、いやトップバッターであれはないよとか言って、だからなんかもうちょっと僕が今滅亡したいですね、本当に。